はい、どうもミスター X です。トップバス塾ビッグデータバンクサロンへの質問25、収益申請前のタイトルは無難なタイトルがいいですかということについて、まあ、収益申請前はねあまり派手な、タイトルっていうのはつけない方がいいですよっていうのはツイッターであったり YouTube であったり、動画、まあ、情報を、ね、発信されている方が、おっしゃっている方がいらっしゃいます。まあ、あまりね過激なタイトルっていうのは収益申請前はもちろんねやめた方がいいかと思います。まあでもね普通にバズっていくようなタイトルっていうのは特別ひどいもの、過激なものでなければ攻めていってもいいんじゃないかなと思います。で結局タイトル申請が終わってねバズってる動画があればそのまま収益が反映される初日もねかなりの金額いきますので、うん、タイトルについてはバズりそうなタイトルもね、ぜひ、収益申請前でも、つけていくのはいいんじゃないかなと考えております。はい、では以上です。ありがとうございます。